軽風、君の裾を舞い上げる。軽風とは、万物を成長させる恵みの風のこと。これは、そんな風がやってくる日を恐れていた頃の、僕の物語。いっそ雷に打たれてしまいたい。そう思ったりするんです。自殺願望？いや、そうではなくて。安全な立場、安全な場所、安全な関係。そんな場所に囲まれていると、そこから出る時のことを考えるんです。ここに逃げ込んだ僕が出て行こうとするのは、やっぱり逃げる時なんじゃないかって。いっそ雷に打たれたら、ここを出て走り出すんじゃないかって。え、他人任せ？そう。そうですよね。おはようございます。おはよう、めぐみさん。うーわ、朝からやめてくださいよ。いやー、面白いよ。あの青臭かったケイ君が後輩におばさん扱いされていたなんて。最悪じゃないですか。いや、最悪ではないかもね。え？男がおつぼねさん扱いされるなんてめったにないからね。貴重な経験ですよ、これは。貴重な経験って、全く嬉しくない。ものは考えようだよ。それにしても風花ちゃん、今日はどんなお話を聞かせてくれるのかな、めぐみさんについて。いや、僕の話をすることはもうないですよ。ん？彼女、今日からコールセンター勤務だから。部署移動ってこと？少しの間ね。それは君のアイデア？うん。彼女から離れるため？違いますって。僕が育てた子はみんなまずコールセンターに預けるんです。みんな預けるんだ。そう、彼女だからってことじゃないんです。そんなもんか。でもせっかく育てた子、すぐ戦力にしたいものじゃないのか？中途採用でしょ。中途で採用されて、一つの部署に特化して早い段階で戦力になる人は確かに助かると思いますよ。でも、長期的に見て魅力的な社員は、他部署の意味を知り、連携できる人だって思っていて、誰がどんな仕事をしていて、どんな人なのか、いろんな電話を受けて、たくさんの話にランダムに関われるコールセンターは、会社を知るのにはうってつけの場所だと思ってて、僕は。へえ、ちゃんと考えてるんだ。下手に会社説明を読むよりも、立体的に詳細に会社が分かるようになっていくんですよ、コールセンターは。楽しそうに話すね。好きなんだ、育てる仕事が。好きですよ。人を育つのを見るの好きだし。風花ちゃんは思うように育った？彼女は…どうよ。どうって。ああ、今日ちょっと外出ますわ。あ、逃げるのか？もともと用事があったんですよ、お客様のところ。へえ、サンドイッチ持ってくか？お母さんじゃないんだから。お店、オープンにしておきますね。ありがとう。彼女は育ったかと聞かれたとき、当然とも、まだまだとも言えなかった。今までの子たちはどちらかで表現できたのに。思ったのは、もっと見ていたかった。彼女がこれからどう考えてどう進んでいくか、近くで見られないのはなんだか寂しいような気がしたのです。お疲れ。オープンの札を出すなり牛子さんが来ちゃいました。お疲れ様です。今日はお早いんですね。昼間来ることもあるのよ、私。まあ、珍しいですよね。今日はテイクアウトですよね。うん、ありがとう。あ、ちょっとケイ君。はい？今月の領収書、早く提出してあげて。あー、行かなきゃと思ってたんですよ。お客様に呼ばれたらすぐ出かけるのに、会社への用事となると一気に足が進まなくなるんだから。まだ嫌？まさか。
あれから何年経ったと思ってるんですか。ただ、自由を満喫してしまうとね。それで今、社内はどんな感じですか？出社してる人は半分くらい？もっと少ないわよ。新人さんと一部のベテラン以外は、週一以下の出社で済ませてるの。リモートワークってやつね。まさかあなたの働き方がみんなの先駆けになるなんてね。先駆けなんでしょうか？え？今の状態は非常措置なのか、それとも新しい流れなのか。コロナの騒ぎが終わったら、みんなは会社に戻ってくるんでしょうか？その時はその時。何事も決めつけないで、準備だけは何通りも用意しておくわ。その時は、絶対にいつかは来ますよね。そう。それにしてもこのお店で会社の子に会うの、なんかちょっと変な気分ね。うちの社員でも来ている子がいるんですよ。誰？新田風花。そう。驚かないんですか？まあね。牛子さん。ん？知ってたんですね。ええ。両方の空間を行き来しているとどうしてもね。私はどこにでも行けるの。それはそれは。それで、あなたの元で、新田さんどうだった？どうもこうも、彼女、僕の元ではやりづらかったみたいですよ。やりづらい？僕も正直、今回はへこみました。思うようにいかなかったから？思うようにいかないことは当然ですよ。人の数だけ成長過程は違いますし。ただ、彼女だけは。なんか違った。多分。そう。じゃあ、私はこれで。ここはお悩み相談してくれる感じじゃないんですか？うまくいかないだけでへこんで終わるようなやわな子の教え方なんて、私はわかんないな。手厳しいですね。じゃあ、私約束があるから。大地くん、ちょうだい。はい。え、コーヒーだけじゃないの？サンドイッチ。感想、後で聞かせてくださいね。嬉しい。ありがとう。ゆうこさん、約束ですか？あら、まだいたの。そう、約束があってね。打ち合わせですか？そんなんじゃないの。長年のファンかな。ファンですか？ま、そんなとこ。じゃあ、またね。ゆうこさん、虫の居所が悪かったのかな。それなりに愛情あると思うけれどな、僕は。あの言い方が？ほら、やわな子なんて言い方、本当に弱いやつには言わないだろ。ま、そうですね。風花ちゃんとのことをそんなにへこむ？うまくいかないことばかりですよ、仕事なんて。でも。でも？今までとは悩みの質が違ってるっていうか、目線っていうか、景色っていうか。ん？ダメだ。まだまとまらない。行ってきますわ。行ってらっしゃい。思い詰めんなよ。